外国人の収容や相関のルールを見直す入管難民法改正案が今日の参議院本会議で与党などの賛成多数で間もなく可決成立する見通しです改正案は難民認定の手続き中でも外国人の相関を可能にするもので立憲民主党や共産党などは迫害から逃れてきた人を本国に送り返す可能性があるとして改正案に強く反発しています